ハイサイ、ハイサイ、留活中の健太と健太郎です。今回は2人ですね。はい、そうですね今日はですね、最近公開された新しい企画、イチマディン、その言葉、その思い、はい、についてについて、うん、急に出したからね、うん、結構びっくりした人も多いかもしれないんですけど、うん、まああの企画自体は結構前からやりたいってずっと言ってて、うん、でやっとできたっていう感じですかね、うん、一番最初になんかあの企画をやる前になんでああいうことをしたかったかっていうと、うん、県立芸大の大学院の時に宮城由紀子先生っていう、先日人間国宝になられた先生がいらっしゃるんですけど、ちょっとずっと習ってたからね。そう、学生の頃とか写真もあるんですよ、うん、ピッて出せたら出して、うん、ツーショットのね、そう、お前あれ宝物の指導をですね、まあ、国立でも県立芸大でも受けてたんですよ、うん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 、なんかほんとその言葉の一つ一つがなんかすごい重みがあってというか、うん、これ副論文にもしたんだけど、うん、アギイリレアギイリレよって言うんですよ、うんうん、でなんか全然どういうことかわかんないんですけど、うん、まあ、なんかその着物にこうアギを入れる、うん、はいはいはい、そうそう、あれのイメージで踊りなさいっていう、そイメージの言葉なんだけど、なんかすごいこうそのイメージが しやすくって、うん、なんかその結構流部の指導法とかって、うん、その外からその形を見て指導する外的指導が多い、うん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 、例えばこうここから見た角度で膝を曲げなさいとかっていう外からの要因での指導が多い中で、そのアギーイリレーっていう言葉はどっちかっていうとその人の中のイメージを変えさせる指導言語だったのね、うんうんうん、でそれがすごい面白いなと思って、うん、あ、指導言語ってなんかその外から見た客観的な意見だけじゃなくて、うんうん、やってる人本人の内側のイメージを変える指導言語って なるほどなかなか少ないなって思って、うん、少ない、確かに少ない。でもどっちかっていうとその外から見た要因で積み重ねていくのってすごい時間がかかるかもしれない、うんうんうん、だからこそその中からのイメージっていうのを、うん、持つことでよりなんかその先生の持ってるイメージに近くなれたりとかするのかなって思うと、うんうんうん、そういう沖縄の言葉の中のイメージを刺激するような指導言語っていうのはなんか残したいなって思ったし、うんうんうん、なんかこう周りに聞いてもどういうことっていう人が多くて、うん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 、なんかこういう言葉って今残さないとなんかなくなっちゃうのかなって思って、うん、本当にそうだね、本当にそうだね。で本当にゆきこ先生とかがもうずっとその言葉を大切にしてきて、うん、どこかでこうちゃんと目に見えるものにしておかないと、うん、なんかなかったことのようにこの後語られていくのかな、ね、それはいろいろね、うん、沖縄戦の問題とか、うん、いろんなものがこう歴史とともに薄れていくような部分ってあるじゃん、うん、あるどうしても到達されたりとかね、そうそうそう、知ってる人がそもそもいなくなっちゃうとか、そんな中でもあの言葉を残したいと思って、うん、まあ、副論文のテーマにそれを入れたんですけど、うんうんうん、でもこういうのって、まあ、別にその論文とかだけじゃなくて、うん、せっかくねこういう発信をしてるんだったら、うん、こういうところでこそ残せるんじゃないかなって思って、ね、でまたその残すっていう目的とみんなでそれを共有するっていう目的があるので、うん、こうずっと楽しみにしていたところ、うん、まあ第一弾はね、うん、まず自分たちの、まずは自分たちの師匠に話を聞こうということに、うん、ということでまして行ってきましたが、はい、いやもうなんかね、すごかったね、すごい濃かったね、うん、あの普段の稽古で聞けない話とかもあって、自分初めて聞く話、アフソ先生のエピソードの話とか、うん、先生がクラシックジャズとかをむさぼり始めた話とかも分からなかったんですよ、うん、そうだね、まあ、そういう先生のパーソナルな部分っていうのも触れましたし、うん、あと身なりとかをしっかりちゃんとしなさいとか、立ち振る舞いも舞台人として気をつけなさいっていうのは、うん、やはりそういうエピソードとか経験が裏付けされてるんだなっていうのを、うん、あ、なるほど、すごく感じました。あ、だからこういう指導なんだとか、まあ、もちろんいつも師匠の姿を見て、うんうん、そうなりたいっていう憧れはあったんですけど、うんうん、お話を聞いてより腑に落ちたというか、うんうん、すごい自分も印象深かったのが、うん、やってて一番楽しいのはシビザのところでみたいな、なんか結構ぶっザ舞台人みたいな印象の安原先生が楽しいっていう舞台が、うん、そのシビザっていうところにあるっていうのは、うん、芸能の本質的なところを見たような気もしたし、うんうんうん、充実してるのは稽古している時とかとかね、うん、そうそうそう、で舞台は稽古の延長線上であると考えているって聞いただけに、うんうんうん、
マジかみたいな、ね、イメージとは違いましたね。としみ先生とかのお話聞いて、うんうんうん、お母さんが自分の踊ってる姿を見て喜んでくれるから、うん、その時に芸能やっててよかったとか、うんうんうん、あとは弟子、まあ、健太郎もしっかり舞台で見て成長しているあの姿を見ると嬉しくなるし、自分もまた頑張ろうと思うみたいな形で、うん、なんか自分の評価とかじゃなくて、うん、周りの人が芸能やることによって幸せになったりとか、うん、まあ、自己実現っていうんですか、うん、やってるところがすごく印象的だったなと思って、うん、やっぱ自分たちで YouTube スタートする時とかって不安しかなかったじゃないですか、ね、うっちゃけうっちゃけ、ね、やっぱ周りの目とかもめっちゃ気にしてたし、どっかで、うん、でも芸能ってそもそもなんか周りの目でその充実度を測るものじゃない、うん、そうだね、対自分とかそういうもんだなって、自己実現だね、うん、マズローの5段階欲求の最上位に位置するような話ですよね、きっと自己承認のツールではないっていうところはやっぱ感じましたね、うん、見失いやすそうになるんですけど、まあ、動画を見ていつも立ち返りたいなっていうのは、うん、思うかな。あと一つ共通してたことといえば、更新へのメッセージっていうところで、うんうん、まあ、今スピード感とか、うん、速さ、うん、効率化、便利っていう形でいろいろ情報が溢れていて、うん、芸能の教授もすぐ YouTube を開いたらあったりとか、うん、っていう便利さはあるんですけど、やっぱ芸の伝承ってなると、うん、なんかビデオがあるからいいやとか、師匠との関係が希薄くなったりっていうことは、ね、やはり安原先生もそうだし、としみ先生も同じことをおっしゃってて、ね、うん、師匠に食らいついていく姿っていうのは今は薄く感じるっていうところだったので、自分にも言い聞かせて、うん、でもなんかその点、自分たちがこう芸能とかも発信してるからこそ思うのは、伝統芸能って他のなんか例えば、まあ、舞踊で言ったらダンスとか、うんうんうん、そのギターとか、なんかそういうものと少しこう違うような気がしてて、同じ芸術文化の中でも、なんかその伝統系って多分他のものもそうだけど、人が人に教えていくことにすごくなんか大きな価値があって、それがなければ伝統には多分ならないと思うんだけど、だからなんか例えばヒップホップダンスとか自分やってた時に、ヒップホップダンスとかは結構ある程度自分で映像を見て、なんかちょっと人と違う技を作ったりとか、なんかちょっとなんかアレンジしてとか、そこでなんか個性を作っていくんだけど、まあもちろんね、レッスンとかでいろんな人に習ったりとか、先輩に習ったりとかもするんだけど、またそれとはちょっと違うような気もしてて、だからなんかこう一概に芸術文化の中でも自分一人で成り立つような自己表現だけのものではないっていうのが、なんか本当にこの伝統芸能の特徴っていうか、でそれは今回のねプロジェクトで方に話を聞いて改めてそう感じるし、まあ人から人につなぐものだからこそ、そこに付随する思いだったりとかね、その技以外のところも、もちろん技もそうなんだけど、そういったところも含めて継承していくっていうのが、そういう伝統芸能なのかなって思うと、映像配信しながらでもやっぱ大事にしていきたいし、まあ、一緒に勉強できるようなこんな企画とかも続けたいですし、まあお話を聞いてみたいっていう方は自分何名かいるので、いる、いや、いるよ。そんなこと言ったら俺だってもう宮城ゆき子先生とかね、聞きたい、そういう技じゃないところとか、楽屋とかでたまに喋ってたりとか、その稽古の終わりにボソッとつぶやく言葉で、うわこの言葉っていうのあるじゃないですか、あるある、さらっと言ってる言葉の中に、うわこの言葉めっちゃいいなみたいな、うわそれ残したいっていうのね、そこをね、自分の記憶だけではなくて、そうだね、やっぱり残して、ずっとつなぎたいってのもありますよね。意外とまあ反響をいただいてですね、うん、よかったよって言っていただいたりとか、ツリークなら誰だろうね、ね、なんかこう話を聞きたいっていう思いはあってもこう、ひどくことドキドキするよね自分の師匠とか年上先生の時でも、もうそうだね、超ガチガチでガチガチで言ったからね確かに、だから動画配信ね、これからやっていくにしろ、まあ、この前あるコメントでは、え、このチャンネルってこういうチャンネルですよねっていうコメントとか来たんだけど、でもなんかそれは見てる人によって違っていいと思ってて、なんか自分たちはもちろん自分たちが知りたいこととか、なんかこう発信したいものを発信するし、なんかそれを見てどう思うかは
視聴者一人一人の問題だし、このチャンネルはこうでなきゃいけないっていうことはなくって、それはなんか発信してる自分たちもそうだし、視聴者の皆さんにも別になんかこうしてみなさいとか、こう感じなさいっていうのもなければ、なんかこういうチャンネルですからっていうのもないっていう、だからなんかいろんな発見とか気づきとかあったらありますね、楽しいなって思うからやってるし、本当にそういうことだと思う。まとめに入りますか、まとめに。ということで、これからもちまでんプロジェクトはやっていくということで、細く長く細く長く続けていきましょう。自分たちも勉強しながらね。そうだね、概要欄に過去のね、そうですね、インタビュー動画載せてますんで、ぜひ全部見てください、じゃあそんな感じで、はい、今回の動画は終わりにしたいと思います。はい、バイバーイ。バイバーイ。